こんにちは、ミルクです。こんにちは、モナカです。今回も、現存する世界の王室を追っていこう。今を生きる王様に会っていきましょう。国王との会食は？断る。いけよちょっとぐらい。じゃあ、早速解説していくわん。にゃあ。ノルウェー王国。北ヨーロッパに位置し、スウェーデンとフィンランド、ロシアと国境を接している。面積は日本とほぼ同じ、ただし人口は約540万人。少な。スウェーデンの隣だけあって冬の平均気温はマイナス9度、夏の平均最高気温も20度と寒い感じだ。土地が農業に適さないので食文化は海産物や狩猟によるヘラジカやトナカイを食べる。サンタさんの故郷、フィンランドの隣で、トナカイをむさぼり食う。鬼畜か。9世紀の終わり頃、スウェーデン出身のハーラル1世がノルウェー最初の統一国家を作ったとされる。その後はデンマーク、スウェーデンの支配を経て1905年に独立。デンマーク国王フレデリック8世の息子、カール王子を迎え、立憲君主制のノルウェー王国初代国王、ホーコン7世となった。そんなノルウェーの現存する王、それは、グユックスブルク朝第3代国王。ハーラル5世、85歳だ。とてもおじいちゃん。国王の住まいはオスロ宮殿。燃えた記録が見つからなかった。ええ？一階は燃える王宮が？いやそんな決まりはないけど。ちょっと悔しそうやん。それどころかハーラル5世はオスロ宮殿を改築し、新たな火災警報システムを設置してやがる。用意周到な王ね。ノルウェーの大きな特徴はなんといっても、1969年の、北海油田の発見、石油と天然ガスが取れるのだ。油田。こういう衣装着ればいいわよ、石油王。進めるな。これは中東の民族衣装であって石油王の服じゃねえんだよ。それに、別に石油王ってわけじゃないんだ。オイルマネーは政府に管理されていて、4% が公共事業などの財源に。残りは新たな油田の採掘や国民のための年金基金に使われている。ハーラル5世の純資産は3000万ドルと言われ、スウェーデンのカール16世グスタフは7000万ドル、モナコのアルベール2世は10億ドルなど石油の取れない国より少ない。どんまい。だがノルウェー王室に納税の義務はなく、年間7000万ドルが国から支給されているという。その辺は恵まれてるのね。ちなみに北海油田はノルウェーだけでなくイギリスやオランダ、デンマークなどの海域にも広がっているが、ほとんどはノルウェーとイギリスにあって、イギリスの方は枯渇しかけている。枯渇？豊かな天然資源に恵まれた国ノルウェー、そんな国の王であるハーラル5世は、3歳の時にノルウェーを占領していたナチスドイツから逃れてアメリカに亡命。その後はノルウェーに戻り、オスロ大学やイギリスのオックスフォード大学で学んだ。妻は同い年のソニア王妃。ソニア王妃はデパート経営者の娘で、平民だった。そのためハーラル5世の父、オーラブ5世や政府から反対されたという。辛いわねえ。だが、二人は10年近くも極秘に交際を続けた。彼女と結婚できなければ一生結婚することも、老いを継ぐこともありません。そう父親に宣言したという。すごいわ、本当に好きだったのね。ついに周囲が折れ、1968年、31歳の時に結婚が認められたのさ。おめでとう。二人は今でも仲睦まじい夫婦だという。今はすっかり人の良さそうなおじいちゃんだが若い時はスポーツ万能。ヨットの選手としてオリンピックに3度も出場している。子供はマッタルイーセ王女と宝婚王太子。1990年に憲法が改正され、男女関係なく長子相続制となった。だが経過措置として1971年から1989年生まれの子供に対しては男子優先となっており、第二子である宝婚王子が継承順位1位の王太子となっている。イケメンやな。宝婚王子は父親のハーラル5世と同じく、結婚問題を起こしている。結婚問題？お相手はオスロ大学の学生だったメッテ・マリット・ヘッセム・ホイビー。銀行員の娘で、平民だった。ハーラル5世も平民の王妃と結婚してるんだからいいやんか。平民なのが問題じゃない。メッテさんは未婚の母で、3歳の息子マリウス君がいたのさ。さらに息子の父親は薬物で逮捕歴あり。メッテさん自身もドラッグパーティーに出入りしていたという。どんなパーティーなのか。そのパーティーで宝婚王子と出会ったのね。結婚より問題になる。宝婚王子とは普通のロックフェスティバルで出会ったんだよ。パリピなのは間違いない。アパートで同棲を始めるが国中から猛反対された。だが両親は二人を応援したのさ。
かつての自分たちと重ね合わせて見ていたのかしらね。そうして二人は婚約。その時の会見でメッテさんは泣きながら過去の不祥事を告白し、謝罪した。そして過去と決別し、かつての自分と同様の人たちへの救済に尽くすことを誓ったという。この姿に国民は彼女を認め、受け入れたという。よかったわ、案外そういうので認めてもらえるのね。彼女と結婚できることを誇りに思うよ。ホーコン王子はそう語った。連れ子のマリウス君も称号や王位継承権はないものの王室に受け入れられたよ。お母さんがいきなりプリンセスになって驚いたでしょうね。二人の間にはアレクサンドラ王女とスベレマグヌス王子が生まれる。いずれはアレクサンドラ王女が即位し、ノルウェー初の女王が見られるだろう。だいぶ先になるでしょうけど楽しみねー。こうして二代続けての結婚問題は解決し、最近また結婚問題が起きた。どんだけ起きるねん。アレクサンドラちゃんが闇鍋パーティーで出会った男と同棲してるとか。別にいいだろ。いいの？問題が起きたのはハーラル5世の長女であるマッタ・ルイーセ王女、現在51歳。彼女はノルウェー人で作家のアリ・ベイン氏と結婚し、3人の子供に恵まれたが2016年に離婚。今年2022年6月にアメリカ人実業家で作家でもあるデュレク・ベレットさんと婚約した。ボクシング強そうではあるけど別にいいやん。いや、彼は、自称シャーマンなんだ。シャーマン？霊媒師だよ。ナポレオンの霊を下ろして、シャーマンで遊ぶな。作家としても一冊の本を出しただけで、その内容についても公表されている。センスない。ゴミ。下ネタ。下ネタ？性的な行いによって地底の精霊を引きつけるとか書いてあるらしい。下ネタで片付けられてくさ。陰謀論も好きで、宇宙人のレプティリアンが地球人を奴隷にしているとか話しているという。そこだけ聞いたら直木満さんでくさ。病気を治すことを謳った商品を売ったりと怪しまれているのさ。ちなみにマッタ・ルイーセ王女もスピリチュアルに傾倒し、亡くなった人や天使と交信できるという。この二人の交際が報じられたのは2019年だが、その年のクリスマス、王女の最初の夫、アリ・ベイン氏が自ら命を絶っている。何があったにゃー。王女は今年11月に公務からの引退を発表、王室から離れ、アメリカに移住するという。王女の称号と王位継承権は引き続き保持するものの、その称号を商業目的で使用したり、王室に言及することは禁じられている。インスタグラムのアカウント名に、プリンセスをつけることだけは許可された。ツイッターはあかんのやな。デュレクさんは結婚しても称号を得ることはないという。王女を幸せにするんやで。天国は地にならんくてええよ。え？ナポレオンの霊が降りてんじゃねえかー。ほんまに霊媒師やったんかい。ブータン王国。南アジアに位置し、北は中国、それ以外はインドと国境を接する。面積は日本の10分の1、人口は約78万人。農業も盛んだが、北に入り込んでるヒマラヤ山脈の斜面を生かして水力発電を行い、電力を輸出している。近年は観光業に力を入れて、高級ホテルも誘致しているよ。首都圏部は急激に都会化が進み、初めて車を見た人が思わず、餌をあげようとしたという。タイムマシンで現代に連れてこられた人では？ブータンはチベット仏教の国。17世紀、ダライラマとの政治的争いに敗れた僧侶、ガワン・ナムゲルが建国。その後は内紛が続き、1907年にブータンを統一したウゲンワンチクが初代国王となった。今もその子孫が国王を世襲している。そんなブータンの現存する王、それが、第五代国王。ジグミケサルナムゲルワンチク、42歳だ。あれ、顎が。待ちなさい。ブータンもブータン国王も親日で有名なんだから変なこと言っちゃダメだ。国王はしゃくれてなどいない、わかったな。わかりました。ちなみにワンチク国王は、アントニオ猪木さんのモノマネ芸人、アントキノ猪木さんに似ていると言われている。じゃあしゃくれとるやないか、はい猫かん。にゃー。この世には言ってはいけないこともあるんだ。すみませんでした。世界最年少の君主はカタールのタミーム首長だが、同じく42歳。誕生日がワンチク国王の方が数ヶ月早いのさ。ブータン国王の称号はブクゲルポ、略して、雷竜王。かっこよ。ブータン国民は自分の国を、雷竜の国、ブルックユルと呼んでいるのさ。国王は絶対的な権力を持っていたが、全国王であるジグミシンギワンチクが立憲君主制へと移行させた。ちなみに国王は65歳で定年だという。顔そっくりやな。
今のワンチク国王は2006年に即位したが、それに先立ってタイのプミポン国王即位60周年で訪問した際には、そのイケメンぶりに、タイでは各国王族の中でダントツの人気を獲得、写真集まで発売されたという。すごいわねー。残念ながら2011年、31歳の時に桃園のジェツンペマ王妃と結婚。二人の出会いはワンチク国王17歳。ジェツンさんが7歳の時。逮捕します。やめんか新日だぞ。家族ぐるみの付き合いで二人は出会った。その際に7歳のジェツンさんが、結婚して、逆プロポーズしたという。かわいい。すると若かりしワンチク国王は、大人になって、お互いにまだ結婚していなかったら僕の妻になってね。いいやん、幼い少女の淡い恋心を突き放すことなくとりあえずちゃんと距離は保ってるわ。私が読んだ本だと逆プロポーズになっているが、ネットだとワンチク国王の方からプロポーズしたと書いてある方が多いんだよね。それは話変わってくんぞ。僕の妻になってね。新日。新日でどんだけ許されるねん。二人が再会したのは10年後、ワンチク国王27歳、ジェツン37歳。そしてジェツンさんは、あの時の約束を覚えていますか？この言葉をきっかけに、二人は交際を始めたという。まだ若い気はするけど純愛やな。でもワンチク国王の方から言うてたら、いちいち逆にしなくていいんだよ。ちなみにブータンは伝統的に一夫多妻が可能で、さらに一人の妻に複数の夫という一妻多夫も可能だ。珍しい。と言っても多くの妻をもらうとそれだけお金がかかるわけで、ほとんどが一夫一婦の夫婦ばかりだという。だがワンチク国王の父親には4人の妻がいた。多いな。妻たちは5人姉妹で、次女から五女までを妻にしたという。一番年上の女性だけ置いてくんなよ。妻は4人までと決まってるのさ。だからってなんか嫌やわ。10人の子供が生まれている。多いな。ワンチク国王は長男であり、3番目の妻との間に生まれたのさ。一夫多妻も可能な中、ワンチク国王は、生涯で妻はただ一人。そう宣言している。素敵やん。子供はジグミナムゲル王子と、ジグミウゲン王子がいる。国王夫妻は東日本大震災の半年後に来日したこともある。不幸から強く立ち上がれる国があるとすればそれは日本と、日本国民です。国会でそう演説し、日本でも一躍有名になったよ。いい演説だもんね。美男美女だから。見た目かよ。ブータンは世界一幸せな国とか、幸せの国ブータンなんて呼ばれている。それは2013年、世界の幸福度ランキングで8位になったからだ。世界一ちゃうやん、8位やん。上位は北欧諸国ばっかりなんだよ。その中で8位ってのはすごいことで、しかもブータンの GDP は世界の174位、結構貧しい国なんだ。そんな中で幸福度が高いってすごいわね。ああ、だが、その後の幸福度ランキングは下がり、2019年には156カ国中95位。以降は圏外になってしまった。何があったにゃー。インターネットが普及して、他国との比較ができるようになってしまったせいじゃないかと言われる。辛いわねー。中東やノルウェーは石油が取れるのに。そこを比べるのかよ。ブータンに行ってもあまり現地の人に幸せですかって聞かないようにな。幸せな国のイメージのせいで聞く人が多いらしいし微妙な顔をされるだろう。こう聞けばいいわ。元気ですかー。あん時の猪木？いや。ワンチク国王。なんなんだこの動画は。いつものことでしょうが。オマーン国。アラビア半島の左端。サウジアラビアのお隣に位置する。面積は日本の約 85%。人口は約522万人。4月から12月は夏。長いな。12月から2月は冬だがそれでも20度前後ある。北部にある湾岸都市ソハールは、千夜一夜物語でシンドバッドが船出した港のモデルになっているという。中東の王国だけあって主な産業は石油。だが産出量はさほど多くなく、農業や漁業、観光業にも力を入れて石油依存からの脱却を図っているという。オマーンでは18世紀にペルシャを撃退したブーサイード族のアフマド・ビンサイードによって、ブーサイード朝が始まった。現在でもその子孫が国王を世襲している。そんなオマーンの現存する王、それが、ブーサイード朝、第14代国王。ハイサム・ビンター・リク・アール・サイド、68歳だ。この人か。ハイサム国王は、前国王だったカブースのいとこだ。カブース前国王には子供がおらず、後継者を指名せず亡くなったので、
ハイサム原国王の母親違いの兄で国王代理兼副首相のアスアドが有力視されていた。この人はちょっと、なんで嫌がってんだ。だがカブース前国王もアスアドはなんか嫌だったのか、遺言書を開いてみるとそこにはアスアドではなくハイサムの名が記されていたのさ。こうして2020年、ハイサム国王が即位した。ハイサム国王は即位して間もないのでちょっと情報が少ないんだが、カブース前国王の資産は7億ドル、日本円で964億円。石油の産出量はさほど多くないと言ったが、それでもこの金額だからすごいよね。石油王の底力を見たわ。カブース前国王は国際連合やアラブ連盟、WHO に加入するなど近代化を進め、絶対君主制ながら議会を設置したり地方巡行を行い、国民に寄り添う政治を行う名君だった。そのため中東の中でもオマーンは情勢が安定した国の一つとなったのさ。国家開発の手本として日本人を見習うように。そう話すほど親日家だったという。素敵な国王だったのね。カブース王の命令により誕生したアムアージュは世界一高級な香水として有名だ。楽天市場でも買えるぞ。安くても2万円以上するなぁ。私たちの嗅覚では無理だな。嗅覚の問題？人間の何万倍あると思ってんだ。今のハイサム国王もまた法律を改正して国民の表現と思想の自由を保障し、公序良俗に反しない限り宗教儀式の自由も与えたという。ハイサム国王を後継者に指名した前国王の目に狂いはなかったのね。一夫多妻の国だがハイサム国王の確認できる妻はアハド王妃のみ。美人すぎる。息子が4人おり、長男のテアジン王子は非公式ながら後継者である王太子となっている。ちなみに国王の叔母であるブサイナ王女は、日本人の血を引いている。日本人？ブサイナ王女の日本名は、節子。節子おおお。なぜオマーンに節子ちゃんが？それはハイサム国王の祖父にあたるタイムール・ビン・ファイサル国王の時代に遡る。タイムールは国王の座を退位した後、アジア各地を旅していた。そんな中で訪れた日本、そして神戸のダンスホールで、大山清子さんに出会うんだ。タイムールは清子さんに心惹かれ、そしてプロポーズする。清子ちゃん逃げてー。逃がすな。現代ならまだしも当時の日本で急に濃ゆい人に求婚されたら驚くでしょ。そこはちゃんと見慣れてからプロポーズしただろ。オマーンにはすでに妻がいたが、一夫多妻だから問題なかったのさ。清子ちゃんには大問題よ。この時タイムールは49歳、清子さんは19歳。年の差。でも異国の石油王っていうのはすごいスペックだからな。清子ちゃん的にも悪くない話か。タイムールは国王だったことは隠し、普通の資産家のふりをしていたという。隠すなよ、どう見ても石油王やのに。そうして1936年、二人は結婚。そのまま神戸で暮らしたという。当時の日本でこんな人がいたら目立ったでしょうね。インドの金持ちだと思われていただろうな。インドと間違えられてるやん。当時の日本人にインドとオマーンの区別つくわけないだろ。今でも区別つかないのに。それは人によるやろ。そして生まれたのが節子ちゃんだ。節子ちゃん。節子ちゃんが生まれた時は、タイムールの息子でオマーン国王となっていたサイードたちも駆けつけた。こんなん駆けつけてこられたら休まれへん。一説にはタイムールが元国王だと清子さんが知ったのはこの時だと言われる。どんだけ内緒にしてんねん。だが節子ちゃんが生まれて2年後、1939年11月、清子さんは、結核でこの世を去った。清子ちゃーん。清子さんが亡くなった時、タイムールはボンベイに滞在中だった。ボンベイ？今はムンバイと呼ばれる。インドの都市だ。インド人と間違われすぎてインド行ってんじゃないわよ。そんな理由かよ。翌年、日本に帰国したタイムールは。なんでインドで年越ししてんねん、すぐ帰ってこいよ。神戸に清子さんの墓を建てた。ちゃんと清子さんのことは考えてたのね。そして節子ちゃんを連れてオマーンへ帰国。節子ちゃんは第一夫人に預けられた。以降の節子ちゃんはブサイナ王女として育てられたのさ。ブサイナというのはアラビア語で美しいを意味する。日本の血を半分引いた節子ちゃんはオマーンの王女となったのね。その後、イボ系のサイドに王宮で軟禁状態に置かれていたという。軟禁？1970年、サイドの息子であるカブース前国王がクーデターを起こして即位すると、軟禁が解かれた。よかったけど軟禁長いな。ブサイナ・ビント・タイムール・アル・サイード。数奇な運命をたどった彼女は、現在85歳でご存命だ。そうなのね。
不細な王女が結婚したという記録はない。1978年には日本を訪れ、母親である清子さんのお墓参りをしたという。今の国王たちは不細な王女と直接血のつながりはないが、カブース前国王が親日家だったところを見ると影響を与えているのだろう。きっといい影響を与えたのね。そういえばタイムールはオマーンに帰ってきた後はどうしてたの？またボンベイに移住してそのまま78歳で生涯を閉じた。すっかりインド気に入ってんじゃねえぞ。ブルネイダルサラーム国。東南アジアに位置し、北は南シナ海、それ以外はマレーシアに囲まれた国。面積は日本の三重県ぐらいの大きさで人口は約44万人。国土の全体が熱帯雨林気候、年間の平均最高気温は32度前後、最低でも23度前後で雨が多い。経済のほとんどが石油と天然ガスの輸出だが、資源への依存から脱却しようと太陽光発電などの産業や、ハラルフードというイスラム教に即した食品の輸出にも力を入れているよ。ブルネイの歴史は古く、初代国王は15世紀のムハンマドシャー。その後イギリスの保護下に入ったり、第二次世界大戦中は日本軍の勢力下に入ったりもしたが1984年に独立。そんなブルネイダルサラーム国の現存する王、それが、第29代国王。ハサナルボルキア、76歳だ。東南アジアの石油王。世界一の大富豪としてギネスに載ったこともあるバリバリの石油王だ。その個人資産は200億ドル、今の日本円で。約2兆7522億だ。やばすぎる。天然資源の恩恵を国民に還元しようと、医療費や教育費は無料で所得税もかからないし給与水準も高い。ブルネイは立憲君主制で議会もあり、2011年の憲法改正により議員の一部は選挙で選ばれることが決まったが、選挙は全然行われていない。憲法の意味。だがハサナル国王のもと、政情は安定しているという。いい国王なのね。ハサナル国王は1967年、父親のオマル・アリ・サイフディン3世の退位により21歳で即位した。一夫多妻の国であり、3人の王妃との間に12人の子供がいる。多いな。第一王妃は同い年のサレハ王妃。第二王妃は10歳年下のマリアム王妃。ちなみにマリアム王妃の祖父はイギリス人。祖母はなんと日本人だ。清子ちゃん。なんで再登場してんだ。第二次世界大戦中に日本軍の勢力下に入った歴史があるんで、マリアム王妃との結婚には反対の声もあったという。だがハサナル国王はマリアム王妃のために宮殿を作り、日本庭園や動物園も作ったという。すごい作ったな。1989年、マリアム王妃は国王と共に非公式で来日もしている。いらっしゃい。公務にも熱心で、国際問題にも関心が高い王妃だという。素晴らしい王妃様ねー。2003年に離婚。おーおーおい。マリアム王妃と離婚後の2005年に結婚したのが、アズリナ・マズハル王妃。雑誌の表紙なってるやん。綺麗な王妃ね、こや結婚したくなるわ。2010年に離婚。おーおーおい。離婚した王妃たちの称号は剥奪されたが、子供たちは王子王女のままだ。サレハ王妃との間に生まれた長男のアルムタデイ・ビラ王子が王太子となっている。彼はブルネイのサッカークラブのオーナーをしており、自身もそこでゴールキーパーをやっていたこともある。中東ってほんまサッカー好きやな。ハサナル国王は国を安定させているが、一方でクリスマスを祝うことを禁止したり、同性愛の人を処刑する法律を作ろうとしたり厳しいところも目立つ。厳しすぎるやろ。しかも処刑ってどういうことよ。石打ち刑だ。しかも石打ち。国際的に非難され、処刑の法律は一時停止された状態だよ。国王が住むイスタナヌルルイマン宮殿はめちゃくちゃでかくて、部屋は1788室、トイレが257箇所。玉座のあるホールには12個のシャンデリアがぶら下がっているが、一つの重さが1トンもあるという。12トンをぶら下げる天井がやばい。車の収集が趣味で、2500台も集めたため置き場がなくてオークションにかけられたという。置き場って先に用意しとくもんじゃないのか。ジャグジー付きの特注ジャンボジェット機を手に入れたが気に入らなくて速攻で処分した。騎馬競技のポロが好きで、冷暖房完備の厩舎に300頭の馬を飼っている。何頭かはオークションにかけられちゃったんでしょうね。また同じことしてんのかよ。旅客機も普通に持っていたりと、金持ちエピソードにはこと書かない。名君ながら厳しすぎる一面も持ったハサナル国王の今後にも注目しよう。石油王を絵に描いて金ピカの額縁に入れたような人やな。ヨルダン・ハシミテ王国。
サウジアラビアの東側に位置するヨルダン。面積は日本の約 24%、人口は約1010万人。中東の王国か、今回は石油王が多いわね。いや、ヨルダンは周辺の湾岸諸国と違って、天然資源に恵まれていない。石油ないの？石油が取れないので太陽光や風力による再生可能エネルギー開発を推進中。観光事業にも力を入れており、世界遺産で映画インディ・ジョーンズ最後の聖戦のロケ地でもあるペトラ遺跡や、塩分濃度がすごい視界が有名だよ。ヨルダンの初代国王は1921年に即位したアブ・ブッダー一世ビン・アル・フセイン。この見た目で石油がないとは。言うな、絶対気にしてるから。アブ・ブッダー一世はイスラム教の開祖、ムハンマドの血筋であるハーシム家出身。以降もハーシム家出身者が王冠を引き継いでいるよ。そんなヨルダン・ハシミテ王国の現存する王、それが、第四代国王。アブ・ブッダー二世イブン・アル・フセイン、60歳だ。あんまり石油王っぽくない見た目になったわね。石油ないからな。石油ないと顔も変わるん。というのもアブ・ブッダー二世の母、ムナ王妃は本名をアントワネット・アブリル・ガーディナーといい、イギリス人なのさ。イギリス人。映画、アラビアのロレンスの撮影セットで秘書アシスタントをしていた女性で、全国王フセイン一世の2番目の妻となったんだ。美人やなぁ。今は離婚している。してんのかい。アブ・ブッダー二世は1999年に即位するまでヨルダン陸軍に所属し、戦車や戦闘機の高い操縦技術を持つ。趣味はスカイダイビングやスキューバダイビング、カーレースも好きだという。鷹狩りはせえへんの？するか、石油ないのに。石油関係ある？ヨルダンは立憲君主制だが行政権、司法権は国王が持ち、結構強い権限があるよ。アブ・ブッダー二世の妻はラーニア王妃。めっちゃ美人。中東のクウェート出身で両親はパレスチナ人、父親は医師で、ラーニア王妃はシティバンクに勤務していた。抜群の美貌と知性を持ち、中東一のサイエン。世界の王室の中でナンバーワン美女。と、欧米でも人気が高い。綺麗やもんな。ヨルダンは一夫多妻制だが妻はラーニア王妃のみ。全国王のフセイン一世も4回結婚しているが、妻が複数被ることはなかったという。被らずに4回結婚するのもすごいな。ヨルダンの王位は長子相続制だが順位変更も可能。そしてアブ・ブッダー一世の男系子孫に限る。もともと、王太子はアブ・ブッダー二世の異母帝、ハムザ王子だったが、アブ・ブッダー二世は王太子を長男のフセイン王子に変更した。残念ね、ハムザ王子、イケメンだから頑張って。ハムザ王子は学者タイプで、王太子の変更をすんなり受け入れたらしいぞ。こちらがフセイン王太子、まだ28歳独身。またイケメンやな。フセイン王太子は公務にも参加しながらヨルダン空軍の訓練や国連安全保障理事会にも参加しつつ、インスタグラムもやっている。フォロワーは349万人。世界はイケメン好きやな。どっちにしようかな。ソフィアちゃんが選んでるわ。ハムザ王子は結婚してるよ。どっちも石油持ってないわよ。それは言わないであげろ。石油ならロシアにある。さすが産油国のロシア。って何の話なんだ。ほんと世界にはいろんな王国があるわね。他にはどんなのがあるの？次回に続く。おーおーおい。ごめんご、タイムールが神戸のダンスホールで踊りまくっていたと考えたら長くなってしまった。しょうがないわねー。よかったらチャンネル登録や高評価、コメントもよろしくお願いします。ツイッターのフォローもお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。まったねー。まったねー。